どうぞ。今回は戊辰戦争の、時の前夜とその後について今ちょうどある人たちとから言われて今やってるとこなんですけど、まあ戊辰戦争ってのはご存知のように日本国内で初めて内戦みたいな形になって、会津対官軍ってかそうではなくて、実を言うと、幕府側というかね、徳川幕府が側と、新興勢力ってか官軍側で戦った国内戦が初めての国内戦。それでその中で、秋月定次郎の話もしたと思いますけども、その後捕虜はどうしたのかと。実は戊辰戦争が終わった1968年の9月の22日の日に戊辰戦争を終結したわけですけど、で官軍側からもう戦争を無血解除したわけですけども、鶴ヶ城の三の丸という広場にね集められた若松市内の戦った兵士と、あと城を守ってた婦女子から兵隊さんから全部言うと5000人が集められたわけです。でその中で、政府側からは捕虜の仕分けをされたわけですよ。私の記憶の中では猪苗代に3000人とかね、塩川に1700人とか、高田に500人近くとか、番屋に300人近くとか、こう分けられたんですけども、一応正確な数字で残ってるのは猪苗代3000人、それから塩川に1744人というの資料が残ってまして、その中で、まず猪苗代なんで多いかって言うと、やっぱり亀川城があって大きな町でしたから、250軒ぐらいのうちに捕虜を預けられたわけです。で3000人ぐらい預けられるってことは町自体が大きいですから、受け入れ可能な人数だと思うんです。で塩川の場合はね、塩川の町と、それから当時は湯川村なんて名前はありませんから、隣の浜崎、これは大きな一つの町でしたから、浜崎と塩川の町に1744人を分散して、捕虜として預かったわけですね。でその中には私が調べた範囲でびっくりしたのは、塩川の阿弥陀寺にお墓がありますけど、岡山藩とか、それから郡上八幡とか、50藩近くの、幕府側の応援班から来た兵士たちもいっぱい混じってたんです。それでまあ塩川も一応戊辰が終わって落ち着いてまいりましたけど、塩川の私の記憶だと軍役所っていうのは塩川の小学校のとこに確かあったはず。
そのためにあの町を管理する能力がまだ残ってましたから、あの、そういうふうに政府側での人間とあの、旧体制側っていうか徳川が他の人でそういう話し合いをして預かったと思う。でその中で、今度3、4日してからね、あのこれは琵琶湖隊の生き残りで有名な飯沼貞吉っていう人間がね、琵琶湖大使があの怪我で治療されて、どこから来たかっていうと、まあ、あの私が知る限りではおそらく今の川東町のちょうど郡山地区ですから、郡山ってのは、冬木沢のあるあたりを言うんですけど、あの辺からずっと若松から遠ざかって塩川寄りに来て、塩川の現在の東方銀行、のところに中島屋さんってあります。そこに預けられて治療したようになっているようです。ただあのそれがそこかどうか分かりませんけど、塩川に治療する医者がいたってことは、当時江戸時代からずっと戊辰まで塩川には、お医者さんがおりましてね、で塩川の治療によると赤城さんとかいろんな名前の方が いらっしゃって、そういう方の松江の人が治療をしたと思うんです。誰が治して飯沼貞吉を助けたかっていう資料も分かりませんから何とも言えませんけど、非常に戊辰と塩川の関係もその戊辰戦争終わった後に、つながってたんだなと。で私が戊辰戦争の時に非常に塩川ってなんで注目を浴びたかっていうと、塩川は力点するわけじゃありませんけど、米沢街道の会津の一番通り道です。で米沢街道ってのはもう先に述べたように伊達政宗が1589年に天正17年でしたか、攻め込んできて最初に投入ってか構えたのが神奈川城でしたから、そこで3日間ほど滞在して、それから若松のお城へ登ってたわけですけど、その3日間っていうのはおそらく、これから会津を治めるにあたって、どうするかと。そうすると一番入り口の塩川には小金井の重心を置いて政治を行うと。それは間違いなく塩川城というね名前にして、そこへ片倉小十郎を置いたと。それで若松へ登ってってから約2年弱ですけど会津を治めたわけでね。ところがこれについては米沢から必ず塩川通って若松行くルートの中に塩川があったんで、非常に重要ポイントに塩川が位置してるわけですよ。それから戊辰戦争の時も実は城の明け渡しっていうかね、無血開城にあたって
秋月定次郎とか手代木直右衛門とかそういった方たちが米沢へ無血会場にあたっての返事を持って行き来した場所が塩川なんです。だから非常にね、歴史のその舞台の中ではいつも登場してくるのは塩川だったはずなんです。だから歴史の流れの中ではね、時々、みんなその場面場面考えますけど、塩川には昔から重要道路の交差点っていうようなね感じでなってましたんで、この戊辰の時も非常に重要な場面だった。それから戊辰が終結して今度は明治の時代になるわけですけど、戊辰から約12年経ってから、前も話しましたね、壇上ヶ原の事件が起きます。この街道の行き来の中で、さっき申しました米沢の後ろに無血会場の返事を待ってた、政府側の人間が板垣退助という大将がおりまして、そこへ返事を持ってたわけです。ところがその戊辰が終わってから12年経って壇上ヶ原で自由民権運動の発祥の地である壇上ヶ原が起きるなんてのは、まさしく板垣退助がその後明治政府の重要ポスト入って、それで最後彼が襲われた時に自由民権の話をすると必ず出てくるのは、板垣死すとも自由は死せず、この言葉通り塩川で自由民権の運動が起きたなんてのは、これはまさしく歴史の綾かなと、縁があったのかなと、私は個人的にはそんな風に考えてます。それからもう一つ、その戊辰の時にさっきも申しました秋月定次郎がね、若い人の、捕虜を殺さずに育てて生かしてくれと言った言葉が通り生きた人間がおりまして、それは後明治34年でしたが、東京大学の学長になったのが山川健次郎っておりましてね、彼は、戊辰の時15歳ですから、白虎隊、自分は白虎隊と思ってますけど、戦いにはもう16歳にならないと連れて行かれませんから、なれなかったわけですよ。でその人間を秋月定次郎が殺さずに頼んだ人間が今度は政府側で育てて、黒田清隆っていうね、東京におった御人が即政府としてアメリカ留学を命じて、勉強させたんです。で戻ってきて東京大学の、技術屋ですから、育ってる間に、いつの間にかはもう教授とかずっともう上ってって、最後は明治34年に政府から帝国大学の東京大学の総長になったわけです。で明治34年になってから彼はその後大正時代も
もう一度東京大学の学長をやってます。その間にあとは京都の帝大ですから京大の総長もやってる。で彼はその後途中で、母校である会津高校っていうかね若松の高等学校っていうかの創立にも携わってまして一応そんなすごい人がね戊辰の時15歳で後で大学の総長になるこんな人が会津から出たなんて私はね本当にびっくりしてます。同じ時代を生きた、今千円札の御仁じゃ失礼ですけど野口英世博士がおるわけですけどそれもね、その時代に出てきて非常にね僕らは今こうコロナの世界で縮んでますけど歴史をやってる人間にとっては非常にね誇りがましい話で一応戊辰前から後期にかけてね秋月定時論が活動してその後、若い人たちが育ってそれから会津の農民は今度、大体明治12年頃に今度は壇上ヶ原で集会を開いてね住民権運動の始まりというふうに私は思ってますけどそれが後の日本の住民権運動の発祥だっていうのはその後カバさん事件だとか、その後の秩父事件だとかつながっていくんだと、言ってるんだなと思ってます。この話の裏をまた別の小話にしたいと思ってまして、これは知ってる人は知ってますけど会津の人でも知らない人多いんじゃないかな。塩川出身の横浜新緑だとか、あと塩川村出身の三浦文治ですとかそれから北方の、関芝の稲田の、原理髪とかこの3人の死刑囚もおりますけどもこの人たちの話もね私も喜んでしたいと思ってますんでまたの機会を見て発表したいと思います。以上で今日は終わります。